ラスト30日目。今日は小さい椅子と大きな椅子を使ってみようと思います。いきなり足をぶつけて平気なふりをしていますが、相当痛いです。足の指が8の字を右回りと左回りで入れた椅子を戻して、次は、細かいサイドステップで、常に椅子に体を向けた状態で回らないと足の指をぶつけるどころじゃない事故が起きそうなので、こういう動きになりました。3種目目は剣で足を右左八を描いたら変えながら、そして逆回りもならず、ちょうど4往復できたから、ちょうど左右きれいに対称にできました。4種目目か、かわしの動きをしながら、ジグザグ走のような形です。小さいのをかわすのは楽だけど、大きな椅子をかわすのは、近づきすぎたら難しいし、自然と顔が上がるいい姿勢になりやすいですね。その場ダッシュをしながら8の字を書く。腕もしっかり振って、そしてももは上げすぎず、足の踏み替えステップをいかに速くしながら滑らかに進むか。ラストは、2つの椅子を自由に使ってジャンプで乗って降りた瞬間かわして着地と出発を大事にして、この動きから座って回っちゃいましたね。最後の最後に遊んでしまいました。